この地にはなんだか不思議な力が渦巻いているのを感じます。君もそう思うか？そしてどういう理由によるものか。ここはシアルフィによく似ている。シアルフィ、初めて聞く名です。シグルドの世界の地名ですか？ああ、私の生まれ故郷だ。ゆくゆくは妻のディアドラとそこで平穏に暮らすつもりだった。だったというと？ディアドラは暗黒教団にさらわれ、他の男の妻となってしまった。そして彼女は暗黒神復活のために利用され、そのまま世界は恐ろしい闇の時代を迎えたのだ。そんなことが。なんてひどい。ああ、だが光は、希望は残されていた。私はそれを未来へと託すことができたんだ。それは一体？続きはこの試練が終わったら話すとしよう。武器を取れ。私と戦うこと、それが君に与えられた試練だ。試練を成し遂げた時、私たちの絆はより強くなる。そして私の力をより強固なものにするだろう。この地であなたと戦う、それに意味があるというのですね。その通りだ。さあ、君たちの力を見せてみろ。私を超えてみせろ。わかりました。全力で挑ませていただきます。私の元へとたどり着き、私を撃て。それが君たちへの試練だ。シグルドのところへ行くには橋を通れるようにしないと。あの砦を制圧すれば橋が使えるようになるかもしれません。私だって。君は何を掲げて戦いに挑む？この戦いの果てに何を夢見ている？私は仲間と共に平和な世界が見たいんです。誰も傷つかない、誰も悲しまない、そんな世界を私たちが作るんです。理想を実現するには力が必要だ。君にその力があるか示してみろ。
いけない。誰にも負けないくらい強く。よくやった。見事試練を乗り越えたな。私一人の力ではありません。これは私たちみんなで掴み取った勝利です。そうだな、仲間、友、家族、絆を紡いだ者たちが君に力を与えてくれている。一つ君に問おう。母のルミエルの仇を討ちたいと願うか。私は母さんを失った時、悲しくて悔しかったです。母さんの命を奪った者を許せないと思いました。ですが仇を討ちたいと思うかと言われると、今は私は戦いの中で様々なかけがえのないものを失った。しかしそれを恨む気持ちはない。なぜなら人の悲しみを知ったからだ。そして真実は一つではないということも。私はそのことを息子セリスに伝え、答えを未来に託すことができた。息子、ディアドラさんとの。君は気高き理想を胸に秘めている。悲しみや様々な正義や真実を知ってなおその理想を信じて戦えると誓えるか。もちろんです。この戦いを終わらせ、平和な世界を作ってみせます。良い返事だ。その言葉が聞きたかった。ならば私はその日まで傍らで君を見守り続けるとしよう。
やるじゃないか。お話があるの。すまない。それじゃあ、はあ、まあ、はあ、素晴らしいです。神龍様、食も鍛錬、腕が鳴りますわね。え、それ調理器具が軽すぎますわ。筋肉に良いかもしれませんわ。私これ好きよ。繁盛しそうな味ね。この前ご紹介した筋肉増強剤、いろんな味がありますのよ。桃味、紅茶味、焼き菓子味、肉味、魚味、それから一番のおすすめは朝にぴったりハバネロ味ですの。お好きなものを召し上がって今日も一日励みましょう。ファイヤーエンブレム、エンゲージ。